さあいきなり始まります。ライブの日のメイク動画です。しかもさ、なんかメイクの手順もあったのかわからんけど恥ずかしい。ニュアンスで私それがあれした。なんか最近メイクの順番みたいなの X で見て、うん、それやってますあるよね。でも自分でしょ、メイクなんて。メイクなんてね、隠れればいいんだから。などとぶつくさ言いながら、そばかすや気になるところを隠しております。指で結構ダイナミックに塗るタイプです。そしてそして隠した後リボディを飲みますしんどいのしんどいの飲みます。結構時間が迫ってきているのですが、気になったところがあったのでクッションファンデをもう一回塗っております。ウェイクメイクウォーターベルベットカバークッションというものを使っています。ビジュアルで選びました。後ろにテレビの音が入ってしまっていたので今消しました。 YouTube 初心者なので許してください。次にユーミがくれたいいファンデを上から塗ります。エレガンスのパウダーファンデーションです。ちなみに下地もユーミがプレゼントしてくれたエレガンスの紫色のものを使っています。自分では絶対買わないので嬉しいです。塗り方はちょっと合ってるかは分かりませんが、こんな感じで塗って完成。ベースメイクが終わったので、ここからはいろいろ顔を描いていきます。ポーチは2つ最近買いました。最近ハマっているキティちゃんです。まず眉毛を描いていきます。最近眉毛サロンに行き出したので楽になりました。眉毛は薄くしたいのでキスというメーカーの薄眉メーカーを使って、まず眉毛の色を薄くしていきます。そして次にこちらハイライト、つぼみ大革命のソイチムこと岡本凛ちゃんがプレゼントしてくれました。これめっちゃ気に入ってます。ちょっとつけただけでめっちゃ伸びるので出しすぎたぐらいです。本当にメイクにあんまり興味がなかったので最近になってハイライトというものを使うようになりました。こうやってトン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 とするらしいです。心さんのハイライトのつけ方を真似しました。ここで女子バコちゃんが楽屋に登場。ここからは女子バコちゃんとひたすら喋っております。これはシェーディングというものをやってみています。最近学びました。キャンメイクのノーズシャドウメーカーというシェーディングとハイライトが一緒に塗っているのを使っています。影をこうやって入れると彫りが深くなるのかな。なんか陰影をつけるといいと聞いたのでやってみてるんですが、いまいち分かっておりません。そして続いてはアイシャドウ、ラブリーズちゃんが昔誕生日にくれた、ビーナスマーブルキャットシリーズのアイシャドウかっこチャトラ猫を使っていきます。こんな感じで手で塗ります。で、まつげを無印良品のビューラーで上げます。まつげパーマを最近できてないのでビューラーで上げていますが、まつげパーマをしているときはビューラーなしでそのままマスカラを塗ります。そしてなんかもう一回ケイトのアイシャドウを出してきて塗ろうとしてるんですが、さっきのラブリーズちゃんのは、ラメを塗っただけだったみたいです。今度はついてるブラシでゴシ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 とアイシャドウを大胆に塗っていきます。これは毎日やってることが違うのであまりこだわりはありません。次にアイラインを引いていきますが、このアイラインはこっちゃんに借りたものです。キャンメイクのアイラインを買ったら色が思ってたんと違うくて全然使ってないので、この日は心さんにお借りした違う色のを使ってます。そしてまつげの際をエテュセのアイエディションのジェルライナーで埋めていきます。なんかバーガンディとか
ピンク系ので塗ることが多いです。黒だと目がきつくなってしまうので茶色とかピンクっぽいものを選んでいます。ほんで目尻を描きながら女子箱とめちゃくちゃ喋っています。そして、ここでつぼみ大革命の推しメンのちーちゃんが楽屋に入ってきてとっても嬉しそうです。あ、汚い。これは見せれたもんじゃなかった。クリアマスカラ下地を塗っていくのですが、思ったより使用感があって綺麗ではなかったので隠しました。このマスカラ下地を塗ってまつげをどんどん塗り重ねていきます。ちーちゃんと喋れて嬉しそうな私、先日行ったつぼみ大革命の演劇祭について感想を推しのちーちゃんに話しかけております。後ろで猫ちゃんが泣いています。続いて色付きのマスカラ下地、まだ下地です。今度は茶色っぽい、ピンクっぽい茶色っぽい下地でさらに伸ばしていきます。昔からマスカラは何重にも重ねる派です。若い時から 3,4 本重ねてまつげをバサバサにしていました。さらにマスカラ、これは最近買いました。なんか漫画まつげになれるというマスカラを買ってみたので、これを最近試して使っております。でもやっぱりいつも使ってるメイベリンが一番伸びる気がします。さらにちーちゃんと喋る、はい、演劇祭素晴らしかったという話を多分しています。嬉しそうに笑っております。もうすぐ時間ですよ。そしてつぼみアイドルフェスティバル TIFF に行けなかった理由を語っています。福岡でカノサレちゃんと遊ぶために残って泊まったのですが、そのためにつぼみのライブを行けなかったことをすごく悔やんでおりました。ここからヘアアイロンをしていきます。もう顔は完成したのかな。多分顔は完成しています。もう化粧よりもちーちゃんに夢中。こうやって何猫ちゃんに話しかけられております。時間がやばい、時間がやばい、早く巻いてください、時間がやばい。こうやって、少しずつ髪の毛を取って髪の毛を巻いていきます。出番まであと10分です。普段はゆっくり巻けるときはこうやって髪の毛をブロックに分けて巻いていくのですが、時間がないときはもう諦めて結んでしまいます。この日はトップバッターだったので、リハをしてから出番までの時間が短くてかなり急いでおりました。急いでいるのに女子箱ちゃんやちーちゃんとこっちゃんと喋るのが楽しくて、どん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 遅くなっていきます。もうこんな感じでいいかとなり、取っていた髪をほどき上を巻いて隠そうとしております。そして最後に顔の横を巻いていきます。もうこのコテを10年近く同じのを使っているので、そろそろ効きが悪くなって買い替えようと思っています。おすすめがあったら教えてください。あと8分です。ライブスタートまであと8分。いつもなら10分前ぐらいには袖にスタンバイしているので、きっと心さんは焦っています。さすがの私もちょっとやばいぞと思いながらも、まだできていないので一生懸命やっております。そろそろステージ袖に行きたい、行きたいけど負けてない。もういいんじゃないでしょうか。もういい感じなのではないでしょうか。そして大当てで何かを取り出しました。何でしょう。チーク。最後にチークを筆でポン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 と塗ります。指でつけるとすごくピンクになってお手前になるので筆。そしてもう一回マスカラを最後に下まつげに塗って、あと5分です。本当に急いでほしい。一応片付けをして袖に行きます。結局ライブ前に気に入らず髪をポニーテールにしてライブに出演しましたと。さあ、一丁をメイク動画でした。バイバーイ。